こちらの宵武蔵市大パレード池袋西口界隈の町会同好会の大みこし14匹が出演です。それでは初めに黒祭り協議会会長岩田陣一よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。袋祭り協議会を代表して一言御礼申し上げます。私本年より協議会の会長を北根義和から継ぎました岩田陣一です。どうぞよろしくお願いします。今年で袋祭りは第47回、東京よさこいは第15回を迎えます。素晴らしいお祭りになり、人と人の出会いがお祭りを作り文化を作ります。担ぎ手の皆さん、そして今日は見物の皆さんも主役でございます。どうか一日楽しいお祭りを存分に楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。岩田陣一よりご挨拶申し上げました。続きまして高野幸夫区長お願い申し上げます。豊島区長の高野幸夫でございます。今池袋は首都圏の中で人気ナンバー3であります。住みたい街、そして訪れたい街、魅力のある若者の街、池袋、吉祥寺、そして恵比寿に次いで池袋は第3位であります。これもひとえに皆様方の大きな力によってこの街が発展しているのではないかと思っております。今日この池袋にこのように大勢の皆様がご来場くださいまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。袋祭りも47回、初めは湯川のやっさ踊りから始まり、そして3回目からおみこしが加わって大きな大きなお祭りになってまいりました。そして15年前からはよさこいが入り、まさに私は東京だけではなくて日本全体の中でも最大のお祭りに成長したのではないかと思っております。私たちはこの江戸文化を大切にしながら、このお祭りを次の世代に残していかなければいけない、そんな熱い思いもしております。このおみこし、今日は宵みこしとして大勢の近郊からのご参加をいただきまして盛大に開催をされているわけでありますが、私はこの伝統をぜひ残したい、そういう意味を含めながら、このおみこしの親睦会もできるというようなお話も聞いておりますが、もっともっと三者と相対するような素晴らしいお祭り、そういうお祭りにしていたい、イベントにしていたい、そんな熱い思いがあります。それは参加をしてくれる皆さん方の力によるものでありますので、どうかこれからもこの池袋を皆さんと共に大いに盛り上げていただき、この豊島区は国際アートカルチャー文化都市としてさらにさらに発展するように、皆様のお力とともに頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして川島翔平みこし部会長お願い申し上げます。あ、ごめんね。大丈夫大丈夫。ただいまより第47回袋祭り宵みこしパレードを執り行います。パレードに先立ちまして一言ご注意申し上げます。見物の皆様は絶対に車道に降りないでください。反転以外の方は歩道に上がってください。また危険な場所での見物はやめてください。担ぎ手の皆さんは自分の担当のみこしを担ぎ、絶対にトラブルを起こさないようにお願いいたします。それでは、本年出場のみこしを紹介いたします。呼ばれたみこしは元気に応えるようにお願いいたします。まあ最後まで頑張ってください。1番西池袋1丁目紹介、2番池袋2丁目南紹介、3番西池袋南町会富士見会、4番池袋2丁目原町会、
5番池袋三丁目北町会宮本睦美、6番池袋二丁目新牧町会、7番池袋御嶽町会、8番長崎二丁目町会、9番国際交流おみこしを担ぐ会、10番池袋最強むつみ交際会、11番池袋関東むつみ、12番広報むつみ南和会連合、若駒会、14番日本みこし協会、以上14期でございます。それではこれより江戸商工記念会大祝頭の皆様の木遣りの後、高野区長の正式の合図でみこしを一斉に上げ